海平王、常、偶春、万象堂、畜草デンより、常、偶春公部2年7月7日は、中国の秋与初期の武将、字は白人、懐縁の出身、要望は会議で有力は卓絶し、写実を得意とした。龍はじめ竜はつむに従って、盗賊をしていたが、竜はつむは太陽を起こすことができないと察して、見切りをつけ、 1354年に、民の大祖が兵を率いて和比に至るとそこへ赴き、帰下に入った。採石磯の戦いで、モンゴル軍を破り、採石を占領、平定した。その功により総監と得となる。モンゴルが再度、採石を襲うとイカダを操らせて、これを大いに破り、ついでよう、周喜びへと攻め進んで功績を上げた。元帥ジョトールに従って、鎮光、 上州を取り、呉の兵がジョ、女通ルを、牛包みで包囲した時はこれを救援し、重翼大元帥に任命された。姉国を攻めていた時に流れ屋に当たるが、そのまま戦って勝利し、別に水軍を組織して、池州を下す。行商と徳間法水軍大元帥となり、州を平定、水密院寺となり、区州を行為した時には騎兵を使って突入し、兵衛1万人を捕虜とした。 戦数密印字となり、公衆を攻めたが、戦果なく召喚された。主元章が、人ともりを公衆に追うために留守を命じられた際、法を厳格に執行し、軍民共に祝禅とし逆らうものがなかった。行商三期政治に出世し、案慶を占領する。常、偶春、ジョト通ると並んで功績のある祝章、章ひさしが反乱を起こした時には、主元章は、死は、 免れさせたい意向であったが、ジョー・スグル・ハルはあくまで半身は処断すべきであると、主張した。またらともかた、調子誠を破る。大祖が、豪王の位につくと平章政治となり、ついで学国校に封ぜられ、副将軍を拝命し、大使不都司法を兼ねるなど、ますますをもんじられた。1368年、ジョトールと共に兵を率いて北西し、大元を攻めて、 モンゴルの証拠コ,コテムルを遁走させ、成りそを全員安氏に破り、海兵を占領した。モンゴルミカドを北方に追い払ったので、一旦軍をまとめて帰る途中、柳川川で病没する。去年40。大祖はこの知らせを聞き大いに嘆き、壮烈が流行に達すると、そこまで出張り、親しく物儀式を執行した。海兵王を追風され、送り名は、た武という。 大祖の皇太子首相の非常氏は、ジョースグルハルの娘である。ありがとうございます。